僕は、ビーズライブジムプレジャー2023スターズには、行きません今日はなぜそう思うのか、理由はね、根拠、解説してあげたいと思います。はい。まあね、僕ね、日本一のビーズファン、通称ビーザーをね、自称してまして。まあね、もうマニアっぷりとか、まあその知識だったりとか、ビーズに関するね、もうあの、貴様らとは次元が違うから。うん、はっきり言って。 うん。で、まあ、あそういうね、次元が違う、皆さんとは次元が違うこのマニアの僕が、なぜ、今回の2023、えー、プレジャーライブジムに行かないのか。まあ、あクソだからですかね。クソっぽいから。うん。まあ、毎回ね、プレジャーライブジムってまあね、この、あの、何十周年の時にやるじゃないですか。ま、あ今回は35周年の、えー、プレジャーライブジム。で、ま、あ5年前にもね、火の鳥ってやったじゃないですか。で、その5年前はエンドレスタワーみたいな感じで、それでその5年前、えー、みたいな感じで、やってるじゃないですか。 でね、まあ、僕はね、もうね、あのー、ライブジムの、あの、セットリストとか、知ってます。で、何回か、えー、プレジャーライブジムも見たことあるんで、まあ、たいあのー、こういう傾向だろうな、みたいなセットリストは。えー、っていうのは知ってるんですよ。で、まあね、ビーズのプレジャーは特に、あのー、本当にね、もう、メジャーな曲ばっかり。うん。もうシングル曲が多いというか、うん、もうしし、ほぼシングル曲みたいな。マニアックな曲は、やるかやらないかみたいな感じの、まあ、前回の火の鳥、 もう、まあそうだったし、まあなんか、月光とかさ、工房とかさ、なんかちょっとなんかアルバム曲のマニアックっぽい曲も、まあ、やるっちゃやるんだけど、まあ僕、もう火の鳥がね、ちょっとひどかったんですよね、個人的には。火の鳥のあの月光とか全然好きじゃないし、まあ工房は工房で、まあアクション好きだから、だけどなーって、もう工房よりも好きな曲がアクションの中には入ってるから、ちょっとまあ他の曲やってくんねえかなと。 思ったしまあ、そんな感じで結構まあ、メジャーな曲。で、アルバム曲やるにしても、なんか、ファン人気があるような曲みたいなのが、まあ、大抵選ばれるんで。で、まあ、5年前のエンドレス様も、ちょっと微妙だったかな。うん。で、なんで、僕ね、あの、こんな感じで DVD、ビーズのライブジムを、まあ、DVD 結構持ってんだけど、見てわかる通り、プレジャーライブジムはね、ほとんど持ってないんですよ。そのセットリストが面白みがないから。うん。なんか毎回、そのプレジャーライブジムって、ほとんどセットリスト変わんないんですよね。あの、どの公演も。 だから、なんか、まあ、ここに、グローリーデーズ持ってるけど、まあ、グローリーデーズで十分みたいな。まあ、グローリーデーズはちょっと個人的に、あの、20周年に一ったじゃないですか。で、あの、なんかあの、あの、オーダーリン、ビートルズのカバーをやったりとか、まあ、だからその手を離してを、なんか、二人だけで演奏してみたいな。カラオケ流して、二人みたいな。結構、特別な演出があったのから、あのー、持ってるんだよね。そう、そんな感じで、なんか、よっぽど特別感がない限り、僕あの、プレジャーライブジュンの DVD は買わないんですよ。 で、まあビーズは基本的にそのアルバムツアーの、アルバムのタイトルのツアーしか、えー、買ってないです。で、アルバムのタイトルのツアーの時しか、そのアルバムの曲、やらないじゃないですか。例えば、ダイナソーの時は、もう、あのライブダイナソーの曲は、もう、ダイナソーみたいな。なんでだろう。そう。ダイナソーの曲は、ライブダイナソーでしかやんないみたいな。そう。えぇ、ー、マジックの曲は、エイントロのマジックでしか、ほぼやんないみたいな。それ以降の、プレジャーとかでもあんまりやんないみたいな感じの、まあ大抵そういう傾向にあるじゃないですか、ビーズのライブジムって。なんでね、プレジャーライブジムは、うん、DVD も、あんま、買おうと思わないし。 ま、大抵その、あの、似たり寄ったり、そう、5年前と一緒や、みたいな感じになるしそうなんですよね。まあ、今回は、そう、でもね、もう、今までの傾向を見てみると、多分、新しくなるみたいな。35周年だから、ちょっと攻めたことやろうかな、みたいなことには多分ならないと思う。で、ま、ビーズってね、ま、35年間やってるし、まあね、もうそれなりに脳みそがね、固くなってるんですよ。そう、新しいことできないような脳みそになっちゃってるから、運営も、二人も。多分ね、あの、そんな、攻めたことしないと思う。うん、マジで。 全然期待してない。うん。だから行く気ないかな。絶対行かないね。うん。DVD も買おうと思わないみたい。まあ、セットリスト見て、あ、そうだったんだみたいな感じで、もう知れればいいみたいな。なんで行きません。はい。で、まあ行かないっていう理由はまあそれだけじゃなくて、まあね、あの、今回そのもう、あの、日程が決まったんですよね。で、日程が決まって、一発目が、佐賀アリーナ。佐賀にある、なんか、ようわからんアリーナ。最近できたか知らんけど、なんか、一発目佐賀なんですよね。大抵一発目福岡とか、 ね。まあ、僕あの、熊本出身なんで、まあ、福岡が一番行きやすいわけですよ。まあ、佐賀みたいな、入れるけど出れないみたいな、そう、いや、違うか。出れるけど入れないみたいな、えー、県に、えー、なんで一発目やるんかなと。で、なんで熊本でやんないのみたいな。そう。グランメスセ熊本っていう結構良さげなアリーナがあるのに、そう、結構そこでライブやる人いるから、え、なんでやんないのみたいな。ビーズって多分熊本でほとんどやんないんですよね。2013年のエンドレスサマーで、一回あの、市民海岸に来たぐらいで、 なんかほとんど来ないですよね。で、グランメスセだけじゃなくて、笑顔健康スタジアムっていう、まあ、そこそこのスタジアムもあるんですよね。なんでやんないのそう。いや、おかしくないマジで。そう。でも、熊本に来ないっていう時点でもうき通り感じたし、なんで熊本じゃなくて、あの、佐賀みたいな、そう。あの、出れるけど入れないみたいな、そう。なんであんな剣で、ね、一発目なのちょ、ちょ、それも行き通りがある。マジで。うん。で、まあ、ペイペイドームでもやるみたいなんだけど、結構、奥、あの、最後の方。そう。 あの、千秋楽、あの、最後の公演が確か、ヤンマースタジアム長いだったと思うんですよね。そう。で、その前に、え、ペイペイドームでやるみたいで、いや、なんであったよね、みたいな。どうせやったら、ちょっとね、あの、できる限り、行くとしたら、行かないけど、あの、行くとしたら、早い日程の方に行きたかったし、で、できる限り、熊本でやってほしかったですね。なんで熊本ってこんなライブやんないんだろうね。まあ、そこそこの会場がね、あるじゃないですか。さっき言ったのグランメッセもそうだし、笑顔もそうだし、 あとまあ、県立体育館でもさ、結構なんか、まああんまりライブやる人いないけど、あの、やる人、あの、一応ライブできるような会場っぽいじゃないですか。意味わかんないよね、マジで。そう。なんで佐賀やねんって。もうそれで、その時点でもうちょっとブチ切れそうなんだけど。まあそういうことは、あって、行かないっすね。うん、まあ、いずれにせよ行かない、マジで。うん、クソなんで、マジで。うん。まあアニバーサリーツアーってね、まあそんなもんなんですよ。ビーズだけじゃなくて。アニバーサリーツアーで攻めたことやるバンドって、サザンオールスターズぐらいなんじゃないかな。 サザンはね、めっちゃ冷めてるんですよ。40周年の時ね、えこれ、アニバーサリーでやんのみたいな。そう。正直、アニバーサリーって、まあ、どのバンドも、あの、その、シングル曲ごめみたいな、まあ、ビーズみたいな、その、なんか、どのアニバーサリーも一緒やみたいな、あの、ツアーを展開するんだけど、サザンは、その、期待してなかった分、その、どうせアニバーサリーだから、まあ、いつもと同じだねみたいな感じで、ちょっと、あまり期待してなかったの。でも、期待してなかった分、その、すごい、マニアックだったし、えー、まあ、実際にマニアックだったっていうのもあって、もうなんか、 すっげえと思って。アニバーサリーでこの曲やんだみたいな。そう。だからね、そう、そういう感じの、だから、そう、あんまりアニバーサリーはね、基本的には期待できないですね。うん。で、ビーズとか、あと、なんちゃらチルドね、去年30周年だったみたいなんですけど、ほんとクソみたいなね、設定室だったんですよ。うん。マジで。うん。ほんとひどかった、マジで。うん。ビーズの日の鳥ぐらいひどかったんで、もうそんな感じの、そう。特にね、そう、ビーズと、なんちゃらチルド、ね、ひどいね。うん。ほんと、虫すが走るというか、まあはっきがするというか。 吐し物みたいなセットリストなんですよ、本当に。うん。まあ、そんな感じで、そう。いや、行きませんね。うん。実現ですよ。で、まあ、ビーズはね、あのー、まあ、これ、アニバーサリーライブ、プレジャーは、まあ、プレジャーシリーズは、まあ、クソなんだけど、大抵。まあ、結構、あのー、30周年の時にアナログ版出したりとか、でも、そういう、そ、そこら辺がね、結構、あの、あのー、リリースしてくれるんで、そこは期待してますね。あのー、どっかの、あのー、去年30周年のボーチルドネンとは違って、そう。あのー、そこら辺は、僕、ビーズの、 いいところだと思ってるんで。で、まあ、35周年で何出すかちょっと、すごい楽しみなんだけど、まあ、個人的にはまだリマスター版が出てないじゃないですか。初期のビーズあの、ビーズのビーズから、ちょっとね、セブンスブルースぐらいの、ちょっとリマスター版やっぱりそうね、セブンスブルースはね、最近のあのアルバムの音,音圧と比べると、やっぱちょっと、ちょっと物足りないんですよね。うん。やっぱ、ザ・セブンスブルース個人的に好きなんで、ちょっとね、リマスターしてほしいな。で初期のビーズとかもね、あの、好きなんで、ちょっとね、 やってほしいですね。あのー、リマスター版。そう。あとは、あのー、まあ、オリジナルアルバムのアナログ版は、まあ、一応、ファーストのビーズから、あの、ニューラブ版で出てるじゃないですか。まだハイウェックス出てないんですよね。そう。ハイウェックスも出してほしいし、で、この流れで、ミニアルバムそう、バッドコミュニケーションから、まあ、フレンズ3まで。そう。あの、ミニアルバムもね、アナログ版みたいなの出してくれたらちょっと嬉しいなと思うし。うん。まあ、そんな感じです。はい。まあ、そこら辺のそのリリースは結構、 ちょっと楽しみなんで、まあ、やらないかもしんないけどあ、ちょっとやってほしいっていう、まあ、そこら辺もしかして、あの、ね、アナログマン同様なんかやってくれそうなんで、うん、ちょっとそこら辺を期待します。はい。なんで、プレジャーライブジムには行きません。はい。金もらっても行きません。はい。あの、動画のネタになるかもしれない,れないけど、行きません。はい。そんな感じです。えー、終わります。ま I love you は波をかって知っと」「社会に出るつらさで酔い覚めのギター」「よく聞きやさるほかで